俺、ほら、一冊も本出してないから、俺の中ではね、あれ、高畑さんにも、服部さんにも、両方なんか嫉妬してるところが、嫉妬してるというか、なんか、劣等感があるところが。本はですね、ああ。なんだろうな。やっぱそう、さっきもそう、言ったけど、やっぱその表現としては、別のものなんですよね。文字表現だから。だからちょっとそう、本を多少出してるその先輩としてというわけじゃないんですけど、偉そうなことを言うと、やっぱりその探検そのものの魅力はもちろん必要なんだけど、まあ、その行為そのものの魅力は必要なんだけど、それだけじゃなくて、それを文字表現にする。で、しかも文字表現っていうのは、読んだ人が頭の中でに作る世界なんですよね。当たり前だけど。だから、最終的には書き手と読む人が、協力して、脳みその中に何か生まれるものなんですよね。その読み手側のが50%なんだっていうことを意識して、作らないと、文字表現にならないんですよね。そう、偉そうなことそう言いましたけど、実はもちろん、患者さんが書いてるものとかも、まあ、ぼちぼちだけど、読んでるんですけど、そう、そこの意あ、そっ識か。をより強く持てば、患者さんの書いてるってかことは、すごい面白いと思うんで、だから、すごい、逆に言うとね、もったいない感じがしてるんですよね。ちょっと、こんなこと言うとまた失礼だけど、ちょっとその自分勝手というか、ところというか、まあ、自分の思いを言い切っちゃうだけの部分が、あると思うんですよ。簡単に言うと。あれを、僕もすごいそういう面があるから、あんま人のこと言えないんですけど、もう、結局読んだ人が、また偉そうだけど、その読んだ人が、やっぱ気持ちよくないと読み進めないですよね、文字表現って。やっぱ、そこが、だからね、あんま説教とかね、実はね、読んでる人は聞きたくないんですよ、多分。僕もね、説教系のこと書くと、売れないし、評価されない。うまく、説教じゃなく、うまく、自分の、考えてることを文字に落として、読者と、共一緒に感。世界を構築するっていうことをしなくちゃいけなくて、それっていうのはね、どっちかっていうと、感性よりは技術なんですよね。だから、技術的なこと、まあ、簡単に言えば文章修行をすれば、もうすぐ、本なんてすぐですよ。大丈夫です。でね、あ、そ、あ、そう、うん、あ、なんかそれ聞いて、なんかちょっと思ったけど、いや、そうなんいか俺も、う、あ、ごめんなさい。どうぞどうどうぞどうぞ。ぞ。そういう、例えば文章修行みたいのは、文章さんは、大学を卒業されて、なんかその出版社というか、なんかそういうところに入社された話伺ってるんですけど、そういうところで編集の仕事をしながら学んだっていうことなんですか？技術的なものは。それともまた別簡な。単に言えばそうですね。簡単に言えばそうだけど、結構子供の頃、まあ子供の頃は漫画ばっかりしか読んでなかったけど、まあ、漫画読んで、その後にまあ、明治大正の文豪の世界に入っていったんで、山登り、登山表現、自分が何か表現したいっていう思いは結構昔からあって、表現者に対する憧れは昔からあって、で、絵も描けないし、音楽もで、もう一つできないから、文字表現しかないな、みたいな思ってたんですけど、だからその山登りを始めるよりは、その前に物書きとかアーティストになりたいっていう思いがあったんですよね。で、それをまあ棚上げして山登りしてて、それは山登りが面白かったからそうしてたんだけど、で、その先でもともと憧れてた文字表現のができるようになっていくというか、まあ、山登りのその記録を書いて、
書いて、うん、雑誌に載ったりして評価されたりして、うん、あ、うん、気持ちいいなとか嬉しいなみたいなのがあって、うん、そのまあそれが本とかにつながっていくという感じで、うんうん、だからまあもちろん学人とかその出版社最初まあ白山書房に勤めたりしたのは、うん、山登りももちろん好きだけど文字表現に対する興味ももうその小さい頃からあったから、うん、それもあってそのまあバランスというか妥協点という感じで、うん、こっちに行く、うん、で日本語の練習は、うん、練習っていう練習はしないんですけど、まあ、日本の修行に関してはやっぱ自分が評価する作家を読む、うんうん、あ真似る、はいはい、読んで真似る、うん、あと日本語に関しては、うん、本田勝一の日本語の作文技術っていう、はいはいはい、本があるけどあの本に、うん、はい、日本語の秘密は全部書いてあるんで あれを読むといいと思います。 あ、はいはい、あれです。あ、はいはい、あ確か遠藤浩太もこれ進めてたような気がする。あ、うん、本田勝一の日本、まあ、それは、まあ、本田勝一の職業柄、うん、その新聞記者に対する、まあ、対して書いてるものなんだけど、あ、はいはい、あ、そう、さっき浩介君が俺がその日本語が簡潔に書かれてるっていうふうに言ったけど、まあ、さっきのその、はい、読者の中に読者が気持ちよくなるっていうのもそうなんだけど、うん、結局その読む人が難解で、うん、その意味が分かんなかったら、うん、もうそれは日本語として意味がないんで、あ、やっぱり読んですぐパッとその頭に入ってきてイメージが湧く、うん、その繰り返しの中で何か深いものを表現していくっていうのがやっぱ、うん、文字表現だと俺は思ってるんで、うん、そうなるとその新聞記者がその明確にものを伝えるっていう、うん、まあ、簡潔に明確にものを伝えるっていうのはやっぱ新聞の記事っていうのはそのためにあるものなんで、はいはい、この本田勝一の方法論っていうのはものすごいためになる部分が多いと思ってます。ああ、